できれば、やったことある方教えてください。ワコトークということで固定ハンバーグさんにしません。はい、こんばんは、お久ですということで、カラさんにしません。深夜枠久々なんですがね、Steam のゲームをいろいろやっていこうっていう枠でございます。よろしくお願いします。あ、グレイグって読むんだ、ありがとうございます。さて、キム・ジョン生さんにしません。さて、まずはメインゲームをやっていくんですが、そうそうそう、自分のウイルスをその広めていくゲームなんですよね。ではメインゲームの方をプレイしていきましょう。いきます。さて、まずはセレクト、プレイグタイプ。どうやら、バクテリアバージョンをやるか。あ、ウイルスはまだ、あれなんだ、ロックされてるんだ。バイオウェポン。つまり炭疽菌とかってことかな。これ怖いですね、皆さん。そうそう、そんな感じですよ。うん、まあ、ちょっとね、大人向けのゲームなんですが、うん、でもね、多分、結構ね、皆さんと一緒にね、楽しめるんじゃないかなと思って、一応こちら購入してみましたよ。あ、どう、名前も付けれたらいいですね。プリオン。プリオンっていうのは多分タンパクですね。プリオンタンパクっていうのが狂牛病の原因だと思うんで、多分そういう 系だと思います。うん。で、ネクロアウイルス。ネクロアウイルスってなんだろう、知りませんね。ネクロアウイルス。あ、そうかもしれませんね。なんか1回ゲームやるのに30分ぐらいかかるらしいんで、ちょうど30分ぐらいの放送できたらいいですよね。そうそうそう。あ、ゾンビウイルスなんだ。で、パラサイト。パラサイト、寄生虫ですね。アニサキスとか、そういうやつですよね。有名なやつだったらね。まだまだ、ちょっと待って、まあ、名付けはまだだから。うん。ニューラックスウォーム。ニューラックスワーム。なんだろう。ちょっと待ってね。加速はちょっと待ってくださいね。すいません。まあ、皆さんとちょっと話しながらやりたいんでね。ファンガス。ファンガスボール。ファンガスボール。あ、ファンガスってあれだ。細菌じゃなくて、真菌とかだ。真菌だ。なるほど。いろいろあるんですね。ネタバレ。ネタバレとかあるの？そうなんだ。大腸菌は細菌だからこれだね。バクテリアじゃないかな。ウイルスはこれだ。うん。まあ一応今はバクテリアしか選べないみたいなんで、細菌でいきましょう。まずこれ選びます。ドン。選びましたよ。で次か。コンティニュー。続ける。信用金庫？信用金庫。あ、じゃあ仕事あるよ。でもまあ2時間ぐらいだったら大丈夫なんでね。それでやってみましょう。モディファイジェネティックコード。なんだこれは。つまり、遺伝子、コードを、書き換える。組み立てる。みたいなこと書いてありますね。ビビビスキンとかいう名前にする？まあ一応これで。あ、全然、まだ全然解除されてないぞ。これが解除されていくといろいろできるようになるのかな。そういうことみたいね。全部ロックされてるわ。うん、なるほど、了解。じゃあこれでコンティニューかな。それクリアして1個解除だっけ。そうみたいね。うん、やっていこうやっていこう。でセレクトはゲームディフィカルティ。まずは、すいません、カジュアルでいこうか。ノーマルでいく。ノーマルぐらいでいくか。まずは水虫の菌。まずはノーマルでいってみようか。英語じゃん。カジュアル、オッケー、了解。まずはカジュアルね。ノーマル。うん、ノーマル、どっちがいい？一度プレイしたことがある方は、どちらがいいんでしょうかね。これはね、プレイグインクっていうんで、なんていうんですかね、遺伝子を操作して、細菌を自分で作り出して、うん、そちらを、世界に蔓延させるようなゲームですよ。うん。収蔵菌とかあるんですか？ネタもさえにしません。あ、カジュアル？オッケー、了解。あ、名前が来た、みんな。名前の決める儀式が始まりますよ、皆さん。そうだ。今日は何番にしましょうかね。アクティブが大体40ぐらいだから。では、295。295個目さん。295個目さんを、そのまま名付けしようと思います。295ですよ、295。加速。皆さんよろしくお願いします。監督金、これ日本語もいけるよ。日本語は無理なんじゃ。加速。お嬢の日本語。日本語もいける。日本語もいけるらしい。加速。加速金。ファミ金。いけるな。いけとる。監督閣下。性病を。ノーマル。スキン。犬の糞。野々村。行きます。行きます。日本語も行きます。監督待機。ということで行きますよ。285番さんいらっしゃいませ。マジな野菜いらっしゃいませ。いや、ちょっと待って、もう一回行くわ、もう一回行く。水虫監督はダメ、水虫監督はダメ、許さん。水虫監督って何よ、それ。ちょっとこれあれよ、漢字もいけるから、もう一回行くよ、めんごめんご、もう一回行くよ、ちょっともう一回行くよ、ちょっと名前、ちょっと、これ音ないとダメだな、これ。音が欲しい。
ゆるさん、わらわら、江戸くと。じゃあ行くよ。ちょっと音出しました。もう一回行きます。すいません。今のはちょっと許しません。42なんで。野々村？野々村？ハート型ウイルス。いやでもね。チーズカッカ。野々村で行く？野々村で。分かった。ハート型ウイルス。野々村。早いよ。野々村監督。野々村。ウィリー嫁。松崎しげる。ブラジル代表に一言お願いします。野々村。野々村わらわら、皆さん決まりましたよ。ということで334番サイレンシャモサイ、338番サイレンシャモサイ、ありがとうございます。これにしましょう。さあ、で決まりました。名前は決まりました。言いますよ、野々村金です。言います。すいません、これで決めました。申し訳ございません。先ほどね、一応第15くらいにランクインしました。名付けの方ね、参加してもらった方、これでいきたいと思います。うん、オッケー。感染すると発狂するんですね、わかります、うん、わらわら。パチハチ。同じや、同じや思うで、言うてましたね。行きましょう。Welcome to Plague Inc. こちらのゲームに、ようこそいらっしゃいませ。あなたは新しいバクテリアになりました。うん、そして勝ってください。あなたは勝たないといけない。世界中に広めて、そしてヒューマンたちをウルティメイト、つまりこれもう感染させまくれってことだな。OK です。言いましょう。で、セレクトスタートロケーション。まずは、どこから感染を開始させるか、そういった感じみたいですよ。大阪から行く？いや、だってここさすがに日本は強いでしょ。こういうあれに、最近に。そうそうそう、多分そうだと思いますよ。まあ本当は西宮なんでしょうけど、ダメでしょ。ちょ、行くよ。日本はダメですよ。そうそう、疫病って意味ですよ。ワクワクだけでフラスにしてません。ちょ待てよ、エジプトらへん、ここらへんか。サウジアラビア、これか。これがエジプトじゃない？あ、やばい、なんだ、え、あ、ちょっと、ちょっと待って、サウジアラビア、間違え、ちょ、そこじゃない、左左、まあ、ちょっと、あかんあかんあかん、サウジに行ってもうだ、ちょっと待って、大丈夫か、野々村金。野々村金はサウジアラビアで指導し始めました。うん、ちょっとダブルクリック感にした感じになっちゃったんですかね、すいませんでした。野々村金は、感染始めました。最初の人に、最初の開発をしました。弱体、weak and used to hot temperature。 あ、テンプラクチャー。 It must evolve using DNA point to infect more people。 なるほど。ということで、430番サイレンしますね。ちょっとやってみましょう。よしよし、これで今多分これ感染が広まっていくはずなんですよ。あれ、なんか縮んでったよ。ディジーズ2人っきり、1人、3、ワゴスで438番サイレンしますね。注意、ポップオレンジ DNA バブルス to get DNA ポイント。あ、バルーンをタップするんだ。ワゴツということで443番サイレンしますね。ワゴツということで439番さんもいらっしゃいません。なるほど、これをタップする、タップした方がいいのね。 OK、オレンジ色のバブルーンをタップしていくのね。これが今ね、感染者数7人、まだ最初ですよ。いや全然広まっとるように見えんけどな。あ、9人になったよ。まだまだ初めですよこれ。あ、来た、野々村菌が、あ、広まり始めた。皆さん、野々村菌に広がり始めたらしいですよ。野々村菌が人から人へと感染し始めました。サウジアラビアで。で、エクスポネンタリティ。この副詞がわからんけど、あなたはコントロールしてください。疫病を直接発展させることで。なるほど。やばいっすね。野々村菌広まってきてますよ。押しておきましょう。このオレンジ色のバルーンはクリックするんです。やばいね、サウジはちょっと危険な気もするけどな。まだ死者は0人ですね。感染者はこれ何なんだろう、 DG、 あ、OK、
You can use DNA points to evolve。 あ、何か使えるようになりましたね。 15DNA ポイントが溜まったんで、あなたは野々村菌を、なんか進化させて何かを作ることができる。 もっと多くの人たちん DNA ポイントで進化できるんだ。なるほどね。じゃあどうやって強化するんだ。強化するポイントはどこにあるんだ。あ、ここを押すんだ。なるほどね。これがボタンなんだ。このボタンを押したらいいですよって書いてある。やってみましょう。ポン、はい、来ました。皆さん発展させましょう。バイトから帰宅して今から、風呂行ってきますので、お風呂入ってらっしゃいませ。高温耐性、どれ高温耐性ってどれ。野々村菌、ちょっと待って、野々村菌どこ高温耐性って。エボリューションヒストリーって書いてある。これはヒストリーだから違うよね。どれだ。どうやって発展させるんだ。どれだろう。トランス、あ、これか。トランスミッションだ。で、これが風。一番右のタブじゃない。あ、アビリティか。で、あ、これが暑さっぽいな。これかな。これをエボルブ、これが暑さですよね、多分。熱耐性、いきましょう。これを上げていきますよ。多分これが熱でしょう、見た目的に。で、これをエボルブ、きたきた、熱耐性作りましたよ。で、次はまだエボルブできないのね。なるほどね、了解了解。よし。で、オーバービュー。で、元の場面に戻るのはこれか。あ、すごい、野々村菌ちょっと待って、すごい。野々村菌はまだ、気づかれてない。野々村菌はまだ気づかれてない。世界に野々村菌は気づかれていません。ちょっと待って、セーフセーフですよ。これどうやってあの画面に戻るんだろう。あ、そういうことなんだ。そうそうそう、みたいな。で、これ世界地図はどうやって見るの。あ、これ×でいいの。隠れているぞ、気をつけろ。 OKOK、 また増やしていきましょう。You have successfully evolved。 あ、進化を成功させました。タイトルの方はね、プラグインクっていう、あ、プレイグインクっていうね、疫病、株式会社、そんな感じの名前のゲームですよ。まあちょっと変わった名前ですけどね。行きましょう。泣かなきゃバレない。そうですね、泣かなきゃバレませんからね。Think what would happen in real life。 なんだろうこれ。何かリアルな生活で起きた。プレイグインクはハイパーリアルスティックモデルオブザワールド。世界の現実の、あ、現実だったらこうなるってこと。記者会見しなければウハウハだな。あなたはストラテジー&エボルブ・ユア・ディジーズ。まあこれなんか多分もっと広めていけってことかな。多分そういうことだと思いますよ。まあ、やっていきましょう。ちょっと早くね、DNA ポイントを貯めていきましょう。だいたい1回のプレイがね、30分ぐらいらしいんで、症状がついたら退化した方がいい。あ、そうなんだ。To find out more about a country, click the country the button of the screen to open the… あ、来た来た。これ、もう一個国が選べるんじゃない？ DNA 課金ポイント、違う。このゲーム中に、ね、得られるポイントですよ。多分次の街を選んでいいってことかな。ちょ、やってみようか。エジプトがいいんだけど。お、来た。違うな。他の国に行ってほしいんだけどな。あ、そうなんだ。広まった国が他にもできたんだ。野々村菌が感染しました。あ、100人。サウジアラビア。あ、数百人。サウジアラビアで野々村菌が大流行。みんな泣いちゃってるんでしょうか。みんな温泉に行きたがってますよ、サウジアラビアの人が多分ね。増えていると。何をするチャンスが、そのチャンスというのは、感染者が、より多くの人たちに、健康な人たちに感染させれるチャンスが増えていますよ。うん。そして、キープエロビング、あ、もっともっと進化させろって出てる。うん。これはね、プレイグインクって言って、感染症をね、世界中に広めていくっていうゲームなんですけど、結構ね、大人向けのゲームなんで、まあ、こう、いつもみたいなアクションゲームとは少し違うんですけどね、それはそれでね、楽しみがあっていいゲームだと思うんですよ。行きましょう。ちょっとだいぶポイントが溜まってきましたね。
プレイグっていうらしい。プラグって読まないらしいよ。プレイグっていうらしい。フーさんに教えてもらいました。あ、来た来た。いいぞいいぞ。ポイント溜まってきたぞ。ちょっと見てみようか。進化させれるなら進化させよう。で、これ、あ、まだダメか。高温耐性がつきてほしいんだよな、できればね。まあいいでしょう。もう一回行きましょう。涙腺が緩む病気かな。いや、涙腺も、あ、バルブタイム、ありがとうございます、タグの方にね。トランスミッションがいいと思う。了解です、わかりました。次はトランスミッションね。タイム、スローは残像。な、これどういう意味？すいません、これ意味がわからないんですけど、すいません。調査者たちはカルキュレイって言って計算している。何の、あ、ラディオクティブフルード。わからんな、ここまで来るとわからんな。液体ハーフライフ和光ということで、533番さん、いらっしゃいませ。プレイグインクっていうゲームをね今やってますよ。ちょっとここら辺はよくわからんな、すいませんね。これ訳せれたらいいんだな。あ、ニュースか。ごめんね、私もこれ英語を完全に読めたらいいんだけどね。思ってたらゆっくりってこと。いや、これ今ねニュースが出たみたいよ、ただのニュース。じゃあ次、ちょっとそろそろいけるかな。ちょっと広まんのが遅いのかな。まあいいんですよ、それでもね。そろそろできたらいいんだけどな。25ぐらいまで貯めたらいいっぽいけど。あ、そうなんだ、トランスミッション。皆さん、トランスミッションで増やしていきましょう。ちょ待てよ、ちょっとそれを、ちょ待てよ、野々村菌は何から広まるようにしようか。多分これはね、血液。あ、ついてませんでしたよ、すいません。ローサインにしてません。ここで話しただけありがとうございます。ハト？ハト？ハトにする。ハトって何だったっけ。蚊か。蚊ってある？あ、蚊か、これが蚊か。マラリアは確か蚊から広まるんですよね。空気感染？空気感染ででもすぐ対策取られちゃいそうよ。蚊もでも対策取られてるからね、マラリアってね。風か水？風か水。水にする？水にしようか。ノロウイルスとか結構流行りますもんね、未だにね。でもあれウイルスだからな。普通に考えて蚊ってなんかやだ。空気感染しようか。空気感染してみようか。行きました、空気感染。空気感染にしましたよ。ちょっと皆さんどうなるんでしょうか。空気感染してみました。うわ、増えてきた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 、急に増えてきた。ちょ待てよ、ついに1000人以上、1000人、数千人の人たちに野々村菌が感染しました。やりましたよ、やりましたよ。で、もう9000、やばい、1万いった。でも死者はまだ出てない。まだ死者は出てない。1万、2万、うわ、どんどん広まってる。これはすごい。あ、2万6000、3万、4万、一気に5万。やばい、空気感染がすごすぎる。ちょっと待って、待って、9万、10万、すごい、どんどん増えてる。みんな温泉に行っている。まずいまずい、これはすごい。すごい効果だ。あ、ついにイランまで。すごいすごい。ということで、572番さんいらっしゃいません。監督箱に、あ、何これということで、ミニさんいらっしゃいません。これはね、プレイグインクって言って、疫病をね、いろんな国に感染させていくゲームです。まあちょっとあんまり冗談通じない人にはね、無理なゲームですけどね。まあ結構、まあお遊びでやってますね。やばいね、もう、いや、みんなもう泣いてるんじゃないの。あ、無害な件なんだ。なるほどね。もうイランまで行きましたよ、イランまで。あ、どんどん、すごい、どんどん。あれ消しちゃダメなの、あれは。これは消しちゃダメなの。レッドインフェクトバブルはゲット DNA ポイントができます。あ、だから赤もやっていいのね。赤も大丈夫なのね。そうそう、菌の名前野々村菌って言うんですよ。これもやっていいのか。レッドインフェクトバブルズはあなたがニューカントリーポップゼムトゥゲットボーナスなんだ。ちょ、もうアフリカまで行きましたよ、アフリカまで。了解、
もう全部クリック、すごい、もう広まり方がすごすぎる。なんだこれ、クリックゲー、クリックゲー、何これ、どんどん広まっていく。空気感染がすごすぎる。もういっぱいいろんな国で野々村菌が発症しております。これはもう本当の出所である日本にねやってくるのも早い気がしますね。あもうアジアまで近づいてきたぞ。アジアも近づいてきた。中国今、あらイギリス、ここまで日本まで来そうよ。どんどん輸出中。あオランダかなこれ、すごいな。ワールドメニューコンタテインズユーズフルデータ、なるほど、そういうのこれで強化する。どうしようか、了解。ちょっと待って、じゃあ強化しよう。あやばい、まあいいや。じゃあ次強化どうします。やばい、アビリティ、これアビリティ、これが症状なんだ、これが症状なんだ、なるほどね。あそうなんだ、オッケーオッケー、了解。これが症状なんだ。いやこれは多分症状だと思うん でこれが多分耐性だと思う。あそうなんだ、じゃあここも冷たさにも強くしよう。 OK で熱には強く、あれこれでいいのかな。 OK でこれ、あこれはまだか。 OK で消す。よし。じゃあまずポイント貯めますよ。ポイント貯めよう。もう寒さにも強くねしていきましょう。あ、はい、和骨ですということで、しょうがありません。ディープサイレンしません。やばい。インフェクション残。けど死人は出ないね。まずい。結核。これ TB って多分ツベルクリンの TB だと思うんで、結核よりも野々村菌が世界中で大流行。まずすごいなこれ。結核超えたぞ野々村菌。結核超えたぞ。結核超えました皆さん。TB 多分結核だと思うんで、結核よりもすごいな。もう野々村菌はもう結核を超えました。言いましょう。結核超えですよ。もうどんどん広めていこう。まだ症状がないね、普通の菌なんで、まずは流行らせましょう。で突然変異を起こしてもう世界中を真っ青にさせましょう。結核立ってる、よかった。まだね全然、えこれはもう死んじゃいますわ。あれメディシン、薬ができた。でもまだ多分ね、多分まだ、あやばい、もうこれ見て、これ見て、やばい見て、もう全人、サウジアラビアが崩壊する。あそういうことか、関係ない薬が出てきたんだ。もうサウジがもうダメだ、全員かかった。サウジが全員かかった。まだ症状がないからねみんな生きとるけど、感染力はすごい。13、そうですよ、632番サイレンします。恐ろしいゲームやっております。あブラジルも近づいてきたぞ。今アルゼンチンぐらいかな。津波ヒッツエジプトで津波が発生。皆さんエジプトで津波が発生しましたよ。皆さんやっちゃいましょう、水で行きましょう。多分エジプト、あでも蚊が発生するかもしれんな。水かな、水もいいね。そうそう津波が発生したんで蚊がいっぱい発生しそうな気がするんだけどな。あそうなんだ、そんな感じなんだ。ちょっと待てよ、じゃあ水かな、津波が発生した、あ水かな、じゃあ水で行ってみようか。あ耐性も捨てがたいね、確かに。まず水行こうか。じゃあ OK 水行ったぞ。で17ポイントと16ポイントね、了解。はいワコリンコということで、650番線にしません。エジプトで津波が発生、これがすごいことになりそうですね。もうサウジは全滅しました。次どこの、あどこの国行く、次どこをポイントにしようか。すごいな、やばい、日本来たぞ。日本来た、8人、日本でも8人感染しております。ジャパン見ていこう。感染したんで西宮へ行きましょう。11人、どこというか勝手に
広まっていくから大丈夫でしょ。そうね、確かにね。ポイントを獲得しよう。倫理観をぶっ飛ばすゲーム。すごいね、倫理観は確かにちょっとこれぶっ壊れてますね。最初から一人おったけどな、あ、そうなんだ、最初から一人おった。それあれ本人でしょ。温泉行きてみんな言い出した。大丈夫、リスナーさんもいきなり温泉行きたいとか言い出したら私困っちゃうよ。オッケーオッケー。で次、で次はどれをすればいいんだ。アビリティ、やっぱこれか。オッケー、じゃあとりあえず寒さも、あー、あとこれが多分これが何なんだろうな、薬なのかな。オッケー、一応体勢つけときましたよ、いろいろね。あれ目から汗がまずい、リスナーさんたちもまずい。やばい、リスナーさんまだ33人だぞ。あれおかしいおかしい、まだ33人だよ。あ、ついに皆さん、エイズを超えました。 HIV、 HIV を超えました皆さん。ついに野々村菌は HIV を超えました。すごいなこの話。ダメダメ、コメントが狂い始めとるぞ。大丈夫か。よし次行こう。すごいな。結核よりもこれでエイズの方が多いってこと分かりましたね。いや必要いわけじゃないんだけどね、症状がね。ただ単に感染者数の話だからね。やっぱしね、あれだわ、日本そんなに広まんわ、広まらんわ。ノージア、え、まずいまずい、野々村菌が、多分これは鼻水かな。鼻水が、あ、まずい、野々村菌が鼻水という症状が出るようになってしまった。まずい、これバレるぞバレるぞ。ということで696番再生します。多分ノージアって吐き気かな、吐き気かな、鼻水かな、吐き気か鼻水だと思う。やばい、自覚症状。やばいやばい、コメントが野々村化しているぞ。大丈夫か、鼻水出てきた、まずいぞ。多分鼻水だと思う、ノーズなんでね。でまずい、ちょっと待って、鼻水大化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 、これ大化大化大化、どうすんの、これかな、鼻水大化させるよ。退化させました、退化させました。これで退化させることでまたバレずにね、どん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 侵略できますよ、世界中を。お久しぶり監督、お久しぶり監督ということで元気ですよ、ご無礼さえらしません。あ、ノージアは吐き気か、了解です。吐き気が鼻水だと思ったんですけどね、吐き気でしたか、すいませんでした。 OK、 また20と余ったぞ。ゲロ温泉がおすすめです、ゲロ温泉がおすすめですよ。よし、じゃあちょっとまたアビリティかトランスミッションを出そうか。そうなんですね、ということで720番再生します。そうですよ、結構ね少し違いが出るんでね、ちょっとじゃあ空気感染を強めましょう。あれ、エボルブしたんだけど、でこれ、あ、これはね、プレイグインクっていうゲームで、日本語版もね、スマホの方で出てるんですよね。ということで722番さん、あ、じゃなかった、熱狂的チクベロファンさえらしません。スチームのゲームなんですけどね、スマホも出てるらしくて、スマホの方は日本語対応してるらしいですよ。はい、あ、そうなんだ、724番さえらしません。今日は初プレイなんでね、カジュアル難易度の方でやってます。一応野々村菌っていう菌を作りまして、そちらをね日本で大流行させようぜっていう気持ちで頑張っております。200人超えましたね、つい日本でも。もうダメだ、ここらへん中東がもうやばいことになっとる。イラクとかイランのあたりがやばいぞ。モアインフェクショナルザンザ肛門コールド、なんだ、え、風よりもまずい。風超えたぞ、野々村菌が風を超えた。じゃあね、これ肛門コールドってこれ風ですよ、これ多分ついに風を超えました。皆さん、野々村菌は風を超えました。やばいことになってますよこれ。もうどんどん増やしましょう、どんどん増やしましょう。もう寒いところでも流行らせまくりましょう。いや、もう、いや、まだね症状は出てないみたいですけどね、すごい勢いですよ。
どんどんポイントが入っています。石油王も感染してますよ。もうここら辺の中南、あれだ、東南アジアと、やっぱでも赤道あたり、いやポイントがどんどん入ってくる。OK、 順調に赤く染まっている。そうそうそう。じゃあちょっとアビリティ、あ、何これ、何これ、これなんだろう、ハード、ハーディング、パ、これなんだろう、パスじゃん、デベロップス、ハンドレッ、ん、ハンドル、これわかんねえな、読み方はわからんけど、結構ポイントが、そうね、紙一揆ということで、懐かしいにしません、552番様いらっしゃいません。OK、じゃあこれにつけよう、これもつけちゃおう。よし、これでどんどん増やそう。よしよしよし、日本もどんどん増えてきた、日本もどんどん爆発的に増えてきたぞ。もう3000人いくぞ、そろそろ。これはすごい。あ、薬耐性、そろそろ、じゃあ薬耐性つけようか。了解了解。グリーンランド確かに心配ね、確かにね。でも強さは、耐性はつけてるからね。あ、もうこ、あ、ついたついたついた、 OK OK OK。 あーすごいすごい、どん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 、やばいやばい、これすごい、ちょっと待ってよ。で、OK、 じゃあ、何だったっけ、さっき誰か何か言ってたな。ちょっと待ってよ、薬、なん、あ、薬か、薬耐性、これか、薬はこれ、これか、これだ、耐性菌、つけよう。え、なにこれ、薬にも2種類あるのかな、これ、これなんでか、これ何、風呂から戻ってきたぜ。あ、ありがとうございます、いらっしゃいませ、お風呂からお帰りなさいませ。これなんだろう、ジェネティックハーデニング、こっちはドラッグ、これはドラッグ耐性だな、多分薬剤耐性だな。で、一応薬剤耐性をつけておこうかね。で、これを増やしていこう、次からね。よし、次はこれね、ポイント 31OK、 いこう、31溜まったら薬剤耐性を強くしていこう。和骨何ゲートで、マキロンさんにしません、まあ30分ぐらいで終わるね、なんていうんですかね、ロンドンオリンピックミステリー、なんだろうこれ、なんかニュースかな、これは全然あれだな、多分、多分これは関係ないね、これ多分全然関係ない話だ、うん、ということで、マキロンさんにしません、これの、ね、ゲーム名はね、プレイグインクっていうんですけど、どなたかね、リスナーさん教えてあげてください。すいません、ちょっと今ね、こちらのゲームの方集中しております、申し訳ございません。いきます、続けていきます、とりあえずこれね、そうそうそう、それです、今ね書いてくださったやつですよ、調べてみてください、スマホでも出てるんでね、スマホの方は日本語版なんでね、あ、タグにもあるらしいですよ、うん、そちら見てください。いきましょう、だいぶ、お、ちょっとロシアがロシアが赤く染まっている、ロシアがどんどん赤く赤い、赤く染まるロシア、すごいぞこれは。あ、渡航規制、いや、これまだね、症状がないんで、症状がないんで渡航規制が出てないんですよ。今からあの凶悪な菌にしますから。グリーンか、あ、ランド来ましたよ。そうね、アメリカまだですね。でも薬剤耐性をつけたんで、多分ね、要するに。あ、日本がいつの間にか一流百千万十万百万百万人突破。多分ね、薬をいっぱい使ってる地域は他の薬で倒されちゃうんで、薬剤耐性菌を作ってあげればどんどん広まっていくんだと思うんですよ。多分そういうことだと思います。カナダもいないね。あ、やばい、インソムニア、腹痛かなこれ、腹痛だと思う、多分違うかな、腹痛ってだけど、腹痛はなんとかエイクだと思うんだけどな。まあいいや、インソムニアっていう症状がミューテッドでついちゃったんで、退化させましょう。症状、これなんだろう、インソムニア、貧血、違うな、貧血じゃねえな、これなんだろう、これ何のマーク、目のマーク、ちょっと有名な人の放送言ってました、あ、そうなんですね、お帰りなさいませ、あ、不眠症インソムニア、そうなんだ、ということで監督バコレストでパワーサイルしません、不眠症が出ちゃった、これ戻さないと、あ、にこれダブルワコツ、オッケーオッケー、よしよし、なんだこれワコツで、不流サイルしません、まだね症状はね出ないようにしておきます、じゃないとね全世界にねひっそり、うわ、もう真っ赤真っ赤になってきたぞ、いいぞいいぞ、なんだこれワコツで、不流サイルしません、今日はね、あのプレイグインクって言って、まあ自分でねウイルスをね蔓延させる、退化させるとどんなポイント、
なにこれ、すごい、え、一時、あ、もう日本が、日本が7,000万、あ、9,000万、もう少しで1億超えちゃう、あ、全世界に、全世界に、いや、薬剤耐性化が大成功ですよこれ。もう全部ダメだ。もうあとはね、広めていったポイントでワールドカップフィーバーが始まった。ワールドカップ開催してるみたいよ。これがパンデミックですよ。知らない間にパンデミックですからね。突然変異させて、まだ死者は出てません。日和見なんでね。よしよし、ちょっともう少し一気に、いや、ちょっとね、貯めて DNA ポイント貯めて一気に発症させますから。ちょっともうちょっと真っ赤にした状態でポイント貯めて一気に、あ、歩行強いね、デンマークとかそこら辺か。やっぱしうまく薬を使ってるんでしょうかね。もう少しだ、もう少し。アネミアってなんだ。アネミアっていう症状がついちゃった。そうね、アネミア。ちょっと待てよ。アネミアが貧血だ。で、アマミアじゃないよ。アネミア。オッケーオッケー。どんどんポイントが入っていく。西の宮ももう完全にダメですよ。この真っ赤の見て、これ全部、この粒一個一個全部感染よ、これ。恐ろしい。違いますよ。アメミアだったっけあれ。オッケー。アマミアか。そうか、アマミア。オッケー、ポイント入ろう。そうそう、まだ死なない。だって症状ついてないから。一気にいきますから。There are no healthy people left in the world. OK, OK, OK. The last healthy person on the planet. 全人類全人類に広まった野々村菌が全人類に広まりました。野々村菌がやりました。いや、休みじゃありません。でも2時間配信予定ですよ、今日はね。セーブ完了しました。じゃあもうそろそろポイント、もうこれは増えないってことね、ポイントは。OK。もう多分これは増えないということなんでしょう。多分これ以上はね。よし、いきますよ。和骨、肩やりながらというで屈指さえなしません。いくぞ、みんな。今からですよ。全人類をね、破滅するために私が。ちょっと待って、アビリティで薬剤耐性つけとかないと。これなんだろう。ジェネティックリシャッフル。あ、これで。これをやると耐性がまた他につくんだ。そうね、みんなもしかしたら温泉で茹で上がっとるかもしれない。よし、じゃあ行くぞ。そうそう、症状つけるぞ。じゃあ20は残した方がいいってことか。言いますよ。どれにしましょう。まずこれはなんだ、ラッシュ、熱か多分。で、これは咳、ノージアは、ノージアは何だったっけ、下痢だったっけ、忘れちゃった。で、インソムニアは不眠症で、脂質は何だこれ、脂質って何だ。で、アネミアは多分貧血だ。吐きか、ノージアは吐き気。じゃあやっぱしまず、肺結晶、これ伸ばしていくか。じゃあよし、行くぞ。一気に飛ばすぞ。これはニューモニア、肺炎か。で、スニージングはなんだこれ、喘息的な感じか。分からんけど、まあ肺炎の方が怖いんで肺炎伸ばしていこう。で、あ、これ多分加えていけばいいんだ。で、これはなんだ、ボミッティング、肺結晶か。よし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 、すごいぞこれ。よしよしよし、よし、不眠症もいいね。プルーマラリフィブローシス、肺繊維症かな、繊維って意味だと思うんで、肺繊維症か。じゃあもうどんどん加えていこう。
よし、行くぞ。トータルオージャン、あ、来た来た、多分これが、全ての臓器が失われる、つまり多臓器不全、多臓器不全来たぞ、みんな多臓器不全来たぞ、みんな、これやばい、これやばいな。ちょっと待って、これどうする、34、やばい、これ増やさなかったらよかった、しまったな。ちょっと待ってよ、これを行きたいな、一気に。しまったな、34だったから、あと4必要だ。よし、しょうがない。まずはこれでいこう。まずはこれでいこう。すいませんでした。感染力、いや、いや、もうこれでいいんですよ。いきます、ドン。どんどん、野々村は、あ、殺傷能力を必要としている。野々村菌は殺傷能力が必要としている。いきますよ。さて、多分デッドが増えていくと思います、ここから。見ていきましょう。黄色が低いからダメ？そうなんだ。マジか。あ、11人出た。ニューマイナーディジーズが見つかった。まずいまずい。あ、そうか。感染経路消すのもありだな。もう全人類にかかってるんだね。皆さん、マイナーディジーズがついに発見されました。どんどん広まっていく。どんどん死者が。ファーストデス、オーストラリアで死者が最初に出ました。ファーストデス、オーストラリアです。で、ポイント貯まった、オッケー、行こう、行くぞ。で、あと、え、これ感染経路消した方がいいの、感染経路消した方がいいの。ちょっと待って、これでいいのかな。で、これあと24か、OK、もし耐性菌ができた場合は、DNA を変えた方がいいんだよね、多分ね。あの24ポイント貯めよう。スペインではシャットダウンした。あ、ついにスペインでは旅行禁止になりましたよ。皆さん、野々村菌が恐ろしすぎて、スペインではね、ついに空港閉鎖、やっとか、空港閉鎖、旅行行けなくなりました、スペインは。スペインは旅行、あ、どんどん死者が、そうなんだ、そうか、そういうことか。ロシアでは最初の、え、ロシアではスタートした、あ、治療がロシアでスタート、ロシアで治療がスタートしたみたいよ。ちょ、ポイントを貯めないと、ポイントくれ、ポイントどこだ、まずいぞ、直されたらまずい。あ、 There are two ways to fight development of the cure、 やばい、見つかってしまった。見つかってしまったのか、そうか、やばい、でもポイントが足りない、34ないといけない、34。イミュー、サプレッションシンプトン、ミューテ、あ、何か症状が加わった、なんか症状が加わった、何が加わったんだ、見てみよう、何が加わったんだ、あ、なんか加わっとる、これなんだろう、イムネサプレッション、なんだろうこれ、イムネサプレッション、イムネ、イミュ、イミュ、でもなんか白血病かな、違うな、イムネ、イムネってなんだろう、イムネってなんだろう、免疫不全だ、イムネ、免疫不全症か、なるほど、免疫だ。で、キルドゥモアザンザブラックです。あ、ついに、これは多分黒死病か、黒死病、ブラックデスってなんだろう、黒死病かな、黒斑症、ペストか、ペストを超えました、ついにペストを超えました。ということで943番さん、いらっしゃいませ。確かペストはね、ネズミから感染するらしいんで、そんなネズミぐらいでね、あれされても困りますよね。ネズミなんかのね、免疫、感染回路とは違いますからね、私はね。お茶の野々村家、いや、すごい、もうどんどん増えていく。あ、グローバルリサーチフォーカスドオンキュア、あ、どうやら世界的な規模で、治療法を探しに来たらしいよ。あ、確かにね、そうですよ、そういう恐怖をね、追体験できるというか、こういうことになってしまうのかみたいなことをね。キルドゥモアザンスパニッシュ、あ、ついにスペイン風邪を超えました、スペイン風邪を超えました。
スペイン風邪が。皆さん、そうですよ、ラスアスの世界ってこんな感じだったんだと思いますよ。スペイン風邪をついに、野々村菌は殺傷、ね、人数超えました。病死数をね、超えてしまいましたよ。やばいなこれ。うわ、もう一重百千万、一万百万、400万人死んでる。日本で500万人。バゴツ楽しそうだなということで、受け入れ68%にしません。あ、出たポイントが出た。なんか出たぞ。ギルドモアザンスモールボックス、多分これあれだ、水筒症かな。水筒じゃないな、天然痘だ。天然痘じゃないこれ。ボックスって、ボックスウイルスって天然痘のことじゃなかったっけ。世界を変えたいんですということで、本当に世界変えちゃってます。野々村菌ね、964%しません。多分天然痘を超えました。本当に世界変えちゃったよこれ。世界の像変えちゃいました。ついに天然痘を超えましたよ野々村菌。ポイントも入っていきよる。美しい日本ってもう人いなくなっちゃうよこれ。おっとおっと、ポイントが入ってきた、ポイントが入ってきた。スウェーデンではブレイクダウン。あ、野々村菌のために、スウェーデンは普通の生活が送れなくなりました。なるほど、スウェーデンではつい野々村菌で普通の生活は送れなくなりました。多分スウェーデン住んでる方々はみんな温泉に行ったり泣きまくって、もう仕事にならない状態になってしまうと、国家崩壊ですよ、ブレイクダウンですよ。まずいまずい、そういうことなんだ、バイオハザードですよ。あ、やばい、 25% 治療法が完成しまった。まずいまずい、 25% 治療が完成、あと 75% だ。そろそろ皆さん行きますか。24ポイント貯まったら変えちゃいましょう、変えちゃいましょう。皆さんちょっと変えましょう、変えましょう。あ、違う、これだ、行きますよ。ここで鬼なことします。遺伝操作をします。行きます。これでもう 25% 感染した状態なのに、もったいない、行きましょう。ボン、これでもう完璧でしょう。これでもうね、もう 25% せっかく作ってた治療法が使えなくなりますからね。突然変異を起こしました。あー、もう一重百千万、十万百万、もう4000万人近くの方が、どうやら日本では死者が出ております。治る治る思て、言うとるんですかね。研究員涙目ですよ、せっかく作ったのにって感じですよ。うわー、もうすごいことになっとる。 26%、28%、 30%、 OK、 またなんか加えれるぞ。なんか加えとこう。これなんだろう、バクテリアル、これなんだろう、クリエイティッドバクテリアルシェルトゥープロテクトアゲンストオールクリーンクライメント、クライメイツってなんだろう、クライメイツってなんだろう。あ、そうしようか。何これ、脳フィーバー、発熱か、発熱出しちゃおうか。え、これ何、コーマって何、コーマって何だろう、コーマって何、コーマって何だろう、言っちゃうか、コーマって何だろう。神経、ニューロだから、ニューロンとか言うから、神経症状が出る。脳の中でコンシュルーズ&サムタイムズデス、これなんか脳神経障害みたいなことなんでしょうかね。治療をすることが難しくなる。昏睡か、昏睡状態になるらしい。やってみよう、ドン。これでもう我々野々村菌を止めれることはできなくなります。もう医者もいなくなっちゃう。あ、ちょっと待って、勝手にミュートしたぞ、勝手にミューテッドした、変異しました、勝手に発熱出ましたよ。やばいやばい、みんな昏睡しちゃったんですか、大丈夫ですか。うわすごい、もう8000万人。うわ、カナダではアナーキー、暴動が起きてる。カナダではイントゥアナーキーな状態になった、反政府状態になった。
ここではもう治療開発を行えない。無政府状態になった。すごい。そしてもうこれを治そうという場所が、治せる場所が、治療薬を開発する場所がなくなってしまったと言っております。無政府とかわらわら、これは言い流れ。あれ、あ、そうか、なんかインフェクティって、この感染者数が減ってるんでびっくりしてたんですけど、まさかこれ治療法が開発されたのかと思ったんですけど、よく見たら死んでるだけでした。恐ろしい。死んでるだけでした。でも心の奥でこういうのも期待してるかも。あ、本当に？ターが死んだやつ。あ、そういうことか。どんどんね、人口が減っていっております。人口が減ってるから、色がどんどん黒くなってきた。もういや、もうとどめさすか、もう、パラリス、なんだろうこれ、システムディックインフェクション。まあこれも入れとこう。どん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 スキン、もうどんどん追加していこう。日本も一応切りました。いや、地味に怖いですね。いや、野々村菌恐るべしですよ。日本終わりますよこれ。日本終わっちゃうよこれ。金字数、恐ろしいな。これは恐ろしいゲームだ。うわ、もう300万切った。一重100千万10万100万野々村金は。やばいなこれ。これなんだろう、野々村金がジェノム遺伝子、野々村金遺伝子が開発、あ、野々村菌遺伝子が解析された。そういうことかな。フリーシークエンスってことは解析されたんじゃないか。やばい、野々村菌の遺伝子が解析されました。やばい、野々村菌の、遺伝子コードが WHO の、調査隊によって明らかにされました。やばい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 、これは遺伝子操作しないといけない。でもポイントが今、無駄なやつつけちゃった。症状無駄なやつつけちゃった。やばい、治療法が開発されたぞ。大丈夫か、逆転あるか、逆転あるのか。やばいやばい、まだ温泉行ってないやつだったんか。いや違う違う、多分もうかかっておきながら温泉行ってない人がいたのかな。どういうことだろう。まずいまずい、ポイントが増えなくなってきた急に。来た来た、よしよしよし、ポイント増やしてくれ。やばいやばい、遺伝子変異を起こさないと。いや多分ね、一匹も野々村菌がいなくなってしまったら終わりだと思いますよ多分。やばいな、治療法開発されちゃうかなこれ。やばい、もう日本が一重百千万十万、一重百千万十九万十六万、あ、日本終わった。十四万、十三万、十二万、10万、9万、8万、7万、6万、5万、4万、3万、2万、本当だ、ちょっとなんか、いや、これはね、多分違うと思うんだよね。あ、野々村菌は、ヒューマニティ。人類の営みを破壊したって出たのかな。 The Last Humans、 残りわずかになった人間たちは知っている。野々村菌は、あーなるほど、残りわずかになった人類たちは、人間性を捧げられた。人間性すら失ったのか。歴史の終わりを、習得を見ている。人間は歴史の終焉を見ていることに気づき始めた。おせえお前、日本の人口お前もう2万2000だぞお前、その状態で気づくんじゃねえ。あ、これはもう勝ちましたね多分。1万5000。いやー飲む、いやでもこれだけ人口が減ったら多分さすが、あ、なんかポイントが出た。これだけ人が減ったらさすがにもう皆さんあれじゃないですかね、困ったもんですよ。あ、日本終わった。日本人はいなくなりました。皆さんすいません、日本人はもういません。世の中に日本人はもういなくなりました。
ちょっとアメリカ見てみましょう。あ、勝ちました。和骨です。これ何ですかということで、細菌をですね、いや病気をですね流行らして、どんどんね、人類に感染させて、自分で作った菌をね、でその菌の殺傷能力を上げることで全人類をね殺すゲームなんですよね。恐ろしいゲームですけどね。ということで、いらっしゃいませ。1105番線にしません。さて、勝ちました。野々村菌は成功しました。地球の、生活、すべての生活を消滅させることに成功しました。そうですね、これただのバクテリアですからね、細菌なのにこんなに強かった。ワールドデストロイ、あ、これ自分のプレイがもう一回振り返れるんだ。そうなんですかね、わかりません。1124番サイルしません。結局何日間だったんだろう。結局、あ、でもね、時間はね、一応2年かかったみたいですね。663日間で、あ、そして、あ、わかりました、お疲れ様です。今日はありがとうございました、うん、1124番サイルしません。あ、確かにね、ふざけてみるのもありかな。まあでも今日はここまでにしましょう。もう一つね、やりたい、もう何個かね、やりたいゲームあるんでね、うん、ちょっとそちらを次はやっていきましょう。よし、で、画面を一旦切り替えて、よし、次オッケーオッケー、了解です。で、でもたった2年で人はいなくなるんだね。そうですね、恐ろしいですね。でも2年でみんないなくなるって。いやだからすごい、すごい細菌ができたらえぐいことになっちゃうってことですよ。うん、そうですね。まあ皆さんもね、まあこの枠で紹介するゲームはね、メイン枠でやるつもりは今はあんまりないゲームをねやってるんで、うん、この曲好きな曲なんでよくかけてますよ。あ、でもこの曲あれだ、タイトルが違うわ、ごめんなさい。空気感染はえぐいな、寝ます、頑張って。あ、わかりました。寝ます、頑張ってということで、ラツさんおやすみなさいませ。まあね、まあ残ってる方々、そしてね、この時間帯に初めて監督の放送に遊びに来た方々、まあいろんな方々とね、一緒に遊んでいきましょう。あ、そうなんだ。まあダークだけどね、確かにね。でもこういうゲームをね、携帯でやってたらね、ちょっとみんなに惹かれちゃうかもしれないけどね。うん。あー、でもね、こっそり買ってください。周りの人にはね、気づかれないように買った方がいいと思いますよ。さて、では次のゲーム行きましょうか。ちょっとね、監督飲み物飲ませてくださいね、すいません。 iPhone だと100円だよね。そうそう、 iPhone だと100円。しかも日本語出てるんでね。あ、コミュニティのね、参加ありがとうございます。こんなゲーム紹介したんですよね、ありがとうございます。ちょっと怖かったな。 あのね、実はですね、スマホ版の方は日本語版が出てるんですよ、うん、まずいっすよ、そんな監督途中から変えたかったんですとか言い始めちゃうね、困りますからね。そうそう、スマホ版はね日本語なんですよ。スチーム版はね残念ながら英語なんで、ちょっと翻訳ね、辞書片手にやっていけばいいかな。あ、あのね、ゲームの名前はね、一応タグにもねつけてもらったみたいなんでね。あ、わかりました。フラさんいらっしゃいませ。フラさんおやすみなさいませ。ね、名前の方はタグにね、リスナーさんがつけてくれてるんで、そちらを見てもらえると嬉しいんですけど、